です。それが答えた。はい、なおちゃんの結婚式の余興をやるために久しぶりに集まりました。それが答え。赤踏んでドン引きしてたから。あれやって2時間いけます？もう俺が素人なんですさ、一生懸命やったんだからもうそれでよくない？これは結婚式と二次会の狭間で起こる物語。泣いてんじゃないですか。いろいろ思い出しちゃって。文化祭でコントやるから。コント真剣に掃除してよ。はい、クラスで無視されてんじゃねえかよ。吉尾泣いた。うわ、やってんのかい。ずっと気になってたんだけど。おお、なんかあんすか。気になる。もしかして俺ってさ、俺死んで、笑わせてやる。引きずることから逃げんじゃねえよ。お前に演劇託してね。一緒に戦おうぜ。安い笑いでごまかせんだろ。笑わせてくれ、笑わせてくれ。無償さっすよね。めちゃくちゃ久しぶりじゃないか。次は絶対電話出てやるからさ。くれなずんでんな。くれなずめ、幸せになれよ。戻ってきた、戻ってきた。今ので終わりでいいじゃん。